ランズダウン公爵。ランズダウン公爵は、イギリスの公爵員。グレートブリテン貴族。13世紀以来の長い歴史を持つアイルランド貴族、ケリー伯爵の分流で首相を務めた第二代セルバーン伯、ウィリアム・ペティが1784年に移されたのに、始まる。三代公の第の1818 18年からは、フィッツ・モーリス家の本家となり、ペティイコール。 フィッツモーリスと改正して、ケリー伯爵くらいとケリーイコールリックナウ男爵位も合わせて継承している。13世紀以来、ケリーイコールリックナウ男爵位を継承し続けてきた、アイルランド貴族フィッツモーリス家の当主初,初代、ケリー伯爵、トマス・フィッツモーリスとその妻アンティ、経済学者、ウィリアム・ペティの娘の次男ジ,ジョン・フィッツモーリスは、ホイック等の庶民議員を務めた後、 1751年に、母方のセペティに改正するとともに、ペティ家に由来する爵位を与えれた。1751年10月7日にはアイルランド、貴族フィッツモーリス子爵とダンケロン男爵、1753年6月6日には、アイルランド貴族シェルバーン伯爵、1760年5月20日に、グレートブリテン貴族バッキンガム州における。 チッピング・ウィコムのウィコム男爵に助せられた。その長男で1761年に第二代シェルバーン伯爵を就職したウィリアムはホイック党の有力政治家となり、1782年から1783年にかけてイギリスの首相を務めている。彼の在任中にアメリカ独立戦争の講和条約パリ条約の締結が行われた。 首相退任後の1784年12月6日には、ランズダウン公爵、バッキンガム州における、チッピング・ウィコムのウィコム伯爵、キャルネイコール・キャルストン子爵に除せられた。これが、ランズダウン公爵家の創始となる。初代公の死後、その長男であるジョンが二外交となった。彼は、就職前の1786年から1802年にかけて、 保育党の庶民議員を務めたが、就職から4年後の1809年に死去した。二代校には子供がなかったので、その弟であるヘンリーが三代校を継承した。彼は保育党の恩恵派閥の幹部として、保育党、あるいは当立党自由主義派の内閣で、財務大臣内務大臣、数密院議長、貴族院院内総務などの閣僚職を歴任した。 また1818 18年には、本家筋にあたる、第3代、ケリー・ハクが男子学指揮をしたため、第4代、ケリー・ハクシャクと第4代クラン・モーリスシャク、第24代、ケリー・イコール・リック・ナウ・ダンも継承することになった。この際に、ペティ・イコール・フィッツ・モーリスに改正した。3代公の死後、その次男であるヘンリーが4代公となった。 彼は就職前の1837年から庶名院議員を務め、1856年には未だ、父が存命ながらクれ上げ貴族院招集令状により父の爵位ウィコ、男爵位を継承して貴族院議員となった。保育党に所属し、1856年から1858年にかけて保育党政権第一次パーマストン市社内閣でを務めた。 しかし就職から3年後の1866年に死去している。その長男である後大公ヘンリーもはじめ自由党の政治家だったが、自由党一党を経て保守党へ移籍し、20世紀初頭の保守党政権第三次、ソールズベリー公爵内閣とバルフォア内閣で、外務大臣在職1900から1905を務め、日英同盟や英仏教商の締結に尽力した。 また彼は1895年6月26日に母親の第8代ネアーン女教からスコットランド貴族爵位の第9代を継承している。このエミリーはフランス軍将軍ナポレオン帝政や復興政のフランス外相タレーランの息子の娘であり母方からスコットランド貴族第2代ネアーン教の血を引いており第2代ネアーン教の男 ロバートの次男ウィリアム・マーサーの娘ジェーン・マーサーの娘の娘がエミリー、そのため1874年8月4日の貴族院決議によって第八代ネアーン女教に認定されていた女性だった。五代行の長男である六代行は就職前に保守党の庶民委員議員を務めた。また、 アイルランド自由国成立後の1922年には、同国の元老院議員となっている。その長男である七大公は、第二次世界大戦に従軍したが、子供のないまま戦死した。そのため借位は七大公のいとこにあたるが継承した。しかしこの際に、女系継承が可能なネ、ね、アーン教委のみは七大公の姉キャサリンに継承されており、以降ネ、ね、アーン教委は、 ランズダウン公爵くらいと分離した。八代公の長男である第九代ランズダウン公爵が現在の当主である。本邸はウィルトシャーにある。一族のモットーは言葉ではなく勇気を持て。現在の当主である第九代ランズダウン公爵は以下の爵位を保有している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。